仕事。3、現実に完全敗北しすぎてとうとう壊滅してしまう。速報、藤井聡太竜王が名人宣誓し、最年少名人に、史上最年少の七冠も達成。18巻からタイトルが竜王名人のお仕事になります。7月発売だからまだ間に合わずなりません。この作者また現実に完全敗北してる。刊行当初は現実味がないなどと批判され、その後創作内容を現実が超えてしまって以降は現実に負けるなよなどと叱咤され続けるお人。20歳で名人で七冠、いくらなんでも荒人神です。おめでとうございます。主人公だって現在10代で2冠で覚醒中なのにヤバすぎる。小説では10代で2人の天才少女弟子を大成させたっていうおよそ破られないであろう名誉があるから、ロリコンだけど。現実が小説を超えて長く経つけど、まだまだ現実派とんでもないことに未だにタイトル落とさない藤井七冠は今後どうなってしまうんだ。神だね。藤井聡太タイトル戦で14戦連続生涯負けなしってマジかよ。2020年、藤井聡太二冠にタイトル数を抜かされる。2021年、藤井聡太のタイトル数に追いついた約半年後に三冠になられて置いていかれる。だいぶ前から小説の帯が、現実に、負けるな、になる。ゲーム化の時期が被る。作者翻弄されすぎてる。アニメ化もしてるし、作品自体ラノベとしてちゃんと実績残してて熱くて面白いんすよ。一応最新刊では主人公実力的には7巻いけるのではってくらいの覚醒してるんだけどね。実際するのかというとそりゃね。仕方ないんだ、誰も想像できるわけないんだ。注意、この物語は現実と関連しています。藤井聡太は人間じゃないのでは。大谷といい人間離れが進む若者たち。主人公の八一くんも将棋聖人って呼ばれてるんすよ。じゃあこれはなんだ。フィクションくんまた負けてる。もうめちゃくちゃや。もう7冠とか8冠にしても将棋界から怒られないな。ハブさんをモデルにしたような作中名人さん。10年前にこの現実を小説にしていたら将棋を舐めるなと批判されていたに違いない。藤井竜王名人が女性棋士の弟子を取らないか気がかりで仕方なさそうな作者様。もう小説最終章だったはずなんだよな。2冠といえど B2 だったはずだし。ハーレムやから実質勝ちやから。ハーレムに危ない女が混じりすぎなんだよな。うわ、漫画みたい。そんな漫画なかったわ。将棋の公式タイトルは8つ、その中でも一番格式が高いのは竜王と名人と言われてる。この2タイトルを取った藤井さんは、そういうこと。7冠ってことはあと1冠で完全制覇なのか。実質すでに世界征服してるようなもんだよ。6冠くらいで。将棋よくわからんから野球で例えてくれ。大谷さんが投手としても野手としてもそれぞれメジャー MVP タイトル獲得。おう。しかもそれを20歳でなんだよな。人生の圧縮率どうなっとんねん。飛び級ってレベルじゃねえぞ。その若さで淡々としつつユーモアもある受け答え。 AI はすでに将棋で人間を超えてる。もしや藤井竜王名人は AI そのものなのでは。もうとっくに将棋人は AI で研究してるって聞くな。まあ人間が AI を理解しきるのもそれはもう大変みたいだけど。日々どんどん AI 側の研究が人間を引き離すからね。羽生さんの後には二度と七冠は現れないと思ってた。八冠期待してる。当然七冠となればその分防衛戦も増えるから疲労もさらに増えるはずで、一筋縄ではいかないだろうけど。最後のタイトルは王座か。もうそれもベスト8まで来てるのか。タイトルを藤井さんに取られた方々も決して衰えたとかそういうのじゃないわずなんだよな。竜王だった渡辺先生なんかむしろますます強くなってると思ってたし。なんだこれ、戦国時代終結か。普通ここまで来ると勝ちに比例して一回の敗北に対しての恐怖が急上昇しそうなのにそれを感じさせないのよな。八一はすっごい恐怖してた。将棋のルール駒の動かし方ぐらいしか知らないけど一回対戦してみたい。ほとかめっちゃ動きそう。実際それくらいの相手なら真面目にオートフ2つの計算コマくらいで瞬殺してくるのでは。永瀬王座には頑張ってほしいね。や藤井七冠にも頑張ってほしいけど。えっく、将棋トレーニングをバカにしてすいませんでした。タイトル、藤井と羽生、どっちが先にできるんやろな。現実も小説も頑張え。
竜王のお仕事。第18巻、2023年7月13日発売です。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。